喋るのはなかなか広いですね。めっちゃシンプル。628万です。
にちは。今日もありがとうございます。だいぶ風が強くて涼しくなってきました。最近やっぱ周辺国の動向が気になるようになってきました。オリンピックなどいろんなスポーツ分野にもなんか調子狂います。毎回抗議しているのがちょっと納得いかない感じですが、最近ではちょっと疲れてきた感があります。一番近い国が、まあ、ああなってはもう終わりかなと自分は考えます。ですが日本はまだまだ台湾と信頼を築いていけばいいのかなと、今後重要な台湾が多分鍵になってくるでしょう。香港、今現在戦っています。その香港ですが、台湾が香港をしっかりと今注目しています。チベットが現在のようになったのは、香港のように、なんと言いますか、やはりこう問題は複雑化していきます。決まってしまってからでは遅い。それがチベットの教訓でしょう。